アルファマの眺めアルファマは、ポルトガル・リスボンの旧市街。行政区の一つ、サン・ジョルジェ城とテイジョ川の間の丘陵に広がる。名前の由来は、アラビア語の AL ハンマー、泉もしくは、風呂を意味する。多くのファド酒場やレストラン、重要な歴史的建造物が立つ。ムーア人支配時代、アルファマは、市の中心地で、後、西側へ拡大した。アルファマは、 漁師と貧民が多く住んでいた。1755年のリスボン地震で、アルファマは被害を受けず、狭い路地の迷路と小さな広場という絵になるような光景が残った。古い邸宅の修繕や、新たにファドの聞けるレストランができている。石壁の装飾博物館前を通る、アルファマのトラムアルファマを見下ろすのは、16世紀まで王宮であった、中世のロサンジョルジェ城である。 アルファマの急勾配は、近くのミラドゥロデ・サンタルジア教会の名にちなみ、ミラドラスと呼ばれる、死を眺めるテラスである。教会の近くには17世紀の美しい内装を保存した装飾博物館がある。アルファマにある教会には、市内最古のリスボン大聖堂、グラサ修道院、サン、ビゼンテデ・フォーラ修道院、バロック様式のサンタエングラシア教会がある。ありがとうございます。